こんにちはオリンピックですえー、僕は元気です皆さんは元気ですか最近あの僕の評判がとってもとっても悪いですかつてオリンピックはもっと愛されていたのにみんなオリンピックに若々しいイメージを持っていたのにすっかりオリンピックが腐敗政治的な駆け引きそして強欲のシンボルになってしまっていることをオリンピックとしてとてもとても悲しく思っています申し遅れました私は オリンピックでです雑貨屋さんではありません <laughs> オリンピックはそもそもいつ始まったのかというとですね、えー、紀元前776年に始まったんです、はいあのここにノートがあります、さすがオリンピック本人ですけども、全部覚えてるわけではないんです、776年から始まって、ですね紀元後、えー、紀元361年まではあのオリンピックが行われたという、えー、そういう確実な、えー、証拠がございます。でですので 約1000年間、えー、古代オリンピックが続いたということになります、えー、振り返ると日本人はオリンピックが大好きでした、えー、特に日本人のオリンピックに対する愛が一番あの高まったのは1964年のオリンピックではないでしょうか私オリンピックとしてもあの時日本人との友情日本人に愛されているという気持ち本当に嬉しかったです戦後の日本の復興のシンボルになったのではないでしょうかオリンピックは 本当はは年に開かれるはずだったんです行動館の創始者、柔道を作られて近代柔道を作った叶次五郎さんという素晴らしい方、この方は日本人で初めて IOC になったんです、そして日本が初めてヘルシンキ大会でオリンピックに参加したときに団長になりました。叶次五郎さんが、えー、カイロからです、ね、横浜に帰ってくる途中で、えー、残念なことに亡くなってしまいました。今でもカノジゴロさんは本当に 世界中の柔道の人から尊敬されている素晴らしい方です。横浜に来る数日前に亡くなってしまったんです。そのこともありまして、当時、日本はですねいろいろな国際情勢、日中戦争など、いろいろなことがあり、オリンピック1940年、返上することになってしまいました。もし日本がオリンピックをこのとき返上してなかったら、どうなっていたろうと、私、オリンピックは考えます。古代ギリシャにおいては オリンピック期間中は休戦することが定められていました。実際ですねスパルタはその休戦を破ってしまったのでオリンピック大会に出ることができなかったこともあるんですね古代ギリシャの頃からオリンピックは4年に一度行われる大会でした勝者はオリーブの冠を、えー、頭につけてもらったんですけどその勝者たちはえー ゼウス、このゼウスの神のためにオリンピックは行われていたんですけれども、えー、ゼウスと同席することが許されたものとして大歓迎されました。ただ、そのオリンピック、古代オリンピックも、末期には、えー、現代のオリンピックで言われているようなことと同じようなことが起こったと言われています。オリンピックの優勝者に対する賞金、ここれれがどんどんん増額されたこともあって、て、えー、不正をして 優勝するることを図るそういうい人が、えー、出てきたと言われていますまたですね決定的だったのは、古代オリンピックは、ゼウスの耐震に捧げられたものだったんですけれども、えー、ご存知のように、キリスト教が、えー、布教され、キリスト教が広がる中で、えー、異教である、異なる教えである、ゼウスの神に捧げられたオリンピックというものは、いかがものかということで、えー、古代オリンピックは、えー、衰退に向かったと言われています。 以前せよ、1000年にわたって、紀、え、元、ー、前776年から期限、紀元後少なくとも361年、この361年の勝者の記録が、えー、発見されたんですね。約1000年にわたって、古代オリンピックは続きました。そして皆さんご存知のように、クーベータの代謝がですね、えー、近代オリンピックを作りました。そして、えー、早く、高く、強くと。より早く、より高く、より強くと。 これが近代オリンピックの、えー、モットになったわけですどうでしょう皆さんそういう歴史を考えると古代ギリシャ1,000年、えー、オリンピック続きましたそしてそれが廃れた理由は、えー、大きく言うと、まあ、今のオリンピックの危機とも同じことなんですけども、えー、ゼウスのという神様が、えー、キリスト教の神様によって、えー、追い払われてしまったという、えー、オリンピック自体の、えー、まあ 価値観、そういうことと関係のないところで、そういう運命になってしまったんです、私、オリンピック君としても残念でしたが、私は長い眠りについたんです。ただ、4年に一度行われるとか、ですね、オリンピックの期間中は、えー、戦争とかそういうことをやめて、平和を保とうという、そういう精神は今でも変わっていないと、私、オリンピックは信じてます。何よりも古代ギリシャのオリンピック、確かに、えー、終わりを迎えてしまいましたが、 千年間続いたんですね今オリンピックについていろんなことを言われる方がいらっしゃいます、えー、IOC の、えー、まあ特権のためのオリンピックだ NBC の、えー、放送のためのオリンピックだとかあるいはいろんなトーピングだとか不正があるとかそういうことを言われていますただ皆さんどうでしょうオリンピックの精神より早くより高くより強くこれはずっとまだあるんじゃないんでしょうかオリンピックが年を取ったのではないと 私、オリンピック君としては思うんです。オリンピックを見る人の中に心が置いてしまった人がいるんじゃないかと。あら、ごめんなさい。あ、今、すみません。小池百合子が入ってしまいました。お詫びして訂正いたします。私はオリンピック君です。小池の設定ですので、小池百合子は入りません。私、あの海ロ大学を主席で卒業しまして、今度は東京オリンピックあの開催させていただきます。小池百合子じゃないです、私は。やはりですね私の 政権不揚のためにこの東京オリンピックを開催してそして秋に解散して私あのガースはですね官房機密費の使い方は慣れてますのでお金をたくさん使って違います私は、えー、ちょっと今安倍さんになってしまったのはどうしたんでしょうか私はあのオリンピック訓練としてね えー、安倍私はですね、まああの、オリンピック誘致したわけでございます。そして私があの1年延期を決めたわけですから、私としてはですね、やはり菅君がですね、えー、責任を持って1年延期したオリンピックをやっていただきたい。違います。僕はオリンピック君です。皆さん、私の申し上げたいことが伝わりましたでしょうかオリンピックの精神、えー、4年一度行われ、そしてその間、戦争とかそういう争いをやめて、人類が一つになる。このような精神は、 面々と続いていますし、これからの時代、ますます大切だと思いますし、何よりも古代ギリシャでは1000年続いたオリンピックが、オリンピックのことをいろいろ批判される方がいらっしゃいますが、この近代オリンピックにおいては、たった100年も経たないうちに、100年ぐらいの時に、こういうふうに衰退を迎えてしまって、皆さん、いいのでしょうか、この東京大会を、2021年の東京大会を、もともと2020年だったんですけど、2021年の東京大会を、 禁断オリンピックを持続可能なものにするための大会にしようではありませんか。以上、私、オリンピック君からの訴えです。えー、私、オリンピックは年を取っていません。私の精神はまだまだ元気です。ぜひ皆さんもそういうオリンピックの理想に目覚めていただいて、そして、えー、皆さん、ぜひあのオリンピックというものに対して、えー、愛、そして夢をもう一度蘇らしていただきたいと思います。 申しし遅れましたあの。この私が今持っているですね、このものなんですけど、これはですね、えー、と評論家の小林遼さんがギリシャに旅行されたことがあるんです、その時にですね、ギリシャでどうも求めてきた、えー、と現地の通貨のようなんですが、それをこういう形でメダルにして、ですね、金メダルだということで、えー、小林遼さんのむす娘さんのですね、えー、白洲春,春子さんにくだ、えー、さったものなんだそうです。 で私、白す家とはですね、あの小林秀夫賞をいただくなどご縁がございまして、あのまあ、小林秀夫さんのお孫さんの白洲伸也さんとも仲良くさせていただきまして、なんとこれ、あの白洲る子さんからですね、えー、ちょっと託、えー、されています、この小林秀夫さんゆかりのメダルなんですけれども、えー、そういうものを使って、今日は私、オリンピックが皆様にオリンピックの精神の大切さを訴えさせていただきました。 撮影よろしいですかはい、ありがとうございました。皆さん、東京オリンピックの応援よろしくお願いします。尾身先生もよろしくお願いします。以上です。